ファンクラスベッサは、フランスの博物画家である。特に植物画で知られている。パリで生まれた。有名な版画家、ヘイラルト・ファン・スパーン・ドンクと、植物画家、ピエール・ジョゼフル・ドゥーテに学び、彼らの植物画の技法を受け継いだ。1806年から1831年の間、パリの芸術アカデミーの公式展覧会、サロン・ド・パリに常に出品した。 果物と花を題材にするのを好み、時に鳥や動物を描いた。1816年に、シャルル10世の義理の娘、ベリー公爵夫人、マリー・カロリーヌの庇護を受け、ベリー公爵家の家族に水彩画を教えた。フランス王室の有名な水彩植物画のコレクション、ベリンズ・ジュロアのためにも多くの絵を描いた。バンの表面に微細な天国を施して、色合いや快調を施す。 スティップル技法を得意とした。1810年から1813年にルドゥーテと北アメリカの森林樹木誌を発表した。1810年から1828年に出版されたデュローネート・ロンシャンの素人のための一般標本には572の水彩画を描いた。マルメゾンとナバラの気少栽培植物にはルドゥーテの54点の図とベッサの9点の図が用いられた。 ヒストリーオブベリー、ハットグーグルブックスウィキメディアコモンズには、パンクラースベッサに関するカテゴリーがあります。ベッサは、植物の学名で命名者を示す場合に、パンクラースベッサを示すのに使われる。ありがとうございます。